はい、福岡市でユースの慢性腰痛専門整体院復活副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントエリアを腰痛に悩んでらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、花粉の関係で鼻水が出すぎてですね、声がこうちょっと聞きづらいと思う部分はあるんですけども、ご了承いただければと思います。はい、そしたら本題に入っていこうと思うんですけども、まあ、この間はですね、座骨神経痛についてお話をさせていただいてます。で、昨日は座骨神経痛にまずこれをやってくださいっていうですね、ストレッチをお届けをさせていただきました。で、今日はですね、それをやってみたけどちょっと変わらない人に向けた、また別のですね、座骨神経痛に有効なストレッチをお届けできればと思います。で、今日お伝えするのは何なのかっていうと、梨状筋って言われる筋肉ですね。梨状筋で、それが何なのかっていうと、はい、こちら青く光ってると思うんですけど、これが梨状筋です。仙骨っていうのがここにあるんですけど、そこから太ももの外側にこうやって走ってます。まあ、この骨骨くんで言うとですね、これが仙骨です。ここが仙骨、こっからですね、こっからビャーっとこういう風にビャーっと走ってるのが、まあ、梨状筋っていうのがあるんですが、まあ、この筋肉が硬くなってくると、まあ、座骨神経痛っていうのを引き起こしちゃうんですけど、じゃあそれがなぜなのかっていうと、はい、まあ、この梨状筋のですね、下によく見てほしいんですけど、これ、はい、こう太いなんか青くあると思うんですけど、これ座骨神経なんですよね。座骨神経、つまりこの梨状筋っていうのは硬くなってきてしまうとですね、この座骨神経っていうのを圧迫してしまって座骨神経痛が出てきてしまうっていうのがあります。じゃあどんな人がですね、この筋肉が硬くなってしまっているのかっていうと、お尻が大きい人ですね。なんかこう後ろからパッて見た時にお尻がやたらとこう大きい人、まあ、骨盤が開いてるっていう感じですね、の人だったりとか、あるいはスポーツ選手でいうとサッカー選手だったりとか、バレエですね、バレエ、あのダンスの方のバレエをやってる人とかも、この梨状筋っていうのは硬くなってることが非常に多いかなというふうに思います。まあ、なんでかっていうとですね、結構この筋肉が硬くなってる人っていうのは、足がですね、こっちですね、こっち、まあ、外旋っていうんですけど、こういう風に開いて、まあ、歩いてるとか、何か作業をしてることですね、があると、この筋肉が硬くなってることが多いです。で、それなぜなのかっていうと、こういう風に開いてしまうとですね、上手にこのお尻の筋肉ですね、だったりとかが使えなくなってしまうんですよね。でも人間は立っとかないといけないってなってくると、このさっきのお尻の代わりに梨状筋って言われるこの奥の筋肉ですね、を使って体を支えよう支えようってしてしまうので、まあ、その結果座骨神経痛になってしまったという方が非常に多いなと思いますので、あ、ちょっと心当たりあるなという方は今からお伝えするストレッチをやっていただければと思います。はい、でやり方なんですけど、これは寝ながらやっていきます。はい、寝ながらやっていくんですけど、まあ、あなたがですね、まあ、右側がしびれてるってことであれば、右をですね、このように左側の膝の上にですね、右足をこのように乗せてください。で、この状態を作っていただいたら、左足をですね、このように曲げます。曲げます。で、曲げていただいたら、両手で左の太ももの裏ですねを持っていただいて、ここからぐーっと自分の胸の方向にぐーっと持っていきます。で、この時に、あ、痛気持ちいいなと思うところですね、をまず見つけてください。で、ここまで持っていくことができたらですね、体ですね、体を右の場合はですね、右の場合は体をちょっと左にひねります。左にちょっとひねります。で、ひねっていただいたら、次足ですね、この足、この足をこういうふうに曲げてる方向にですね、こういうふうにちょっと倒していきます。つまり上半身はこっちだし、下半身はこっちだしっていう風にひねりをちょっと入れてあげると、よりですね、伸びる感じっていうのが得られると思いますので、その状態で30秒ほど深呼吸をしてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10っていう感じですね。まあ、こういう風にしてあげると、より梨状筋がですね、ストレッチされて血流だったりとか改善したり緩んでくれたりすることによって、まあ、座骨神経痛っていうのを改善するケースが多くありますので、まあ、ぜひ一度やっていただければと思います。はい、まあ、今日お伝えした梨状筋ですね、まあ、そもそもお尻が硬くなってしまってる人っていうのは、もう絶対座骨神経痛にどうしてもなってしまいがちっていうのがありますので、まあ、症状がない方もですね、あ、私ちょっと体硬いかもとか、あ、お尻が硬いかもって思う人はですね、予防のためにも今のやつ
をやっていただければと思います。はい、そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、まあ、こんな感じで痛みに対するヒントアイデアをお届けしてますので、まあ、おそらくこの辺に私の顔マークがあると思いますので、まあ、それを押していただいてまた見てください。あるいはですね、慢性腰痛を治すための本こちらありますので、興味がある方はダウンロードしてみてみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。